マンション冷めちゃったもワールド。いやマンションは元から冷てえやろ。でもね実はねあれマリンには言ったかな、言ってなかったかな。一応ねマリンの住んでるマンションのね内見は行ったんだよね、ちゃんと。そう行ったんだけど、あのペコーラがいいなって思った部屋がね、あの空いてなくて。そうそう実を言うとね、そうだからそうなんか近くのところもいろいろ見たりはしたべこなんだけど、うーんって感じだったからね、まあ冷めちゃったって冷めちゃったからちょっと悩んでる。やっぱさこういうのはさペコーラさちゃんと見極めてさいかんと、またさあのいや回線の方は大丈夫だと思うけど、なんかちょっとあれだったなっていうところには住みたくねえペコだからさ、ちょっと見てんねん。そう今のペコちゃんが住んでるところはあのお母さんが決めてくれたから家から近くて、そうだから回線もゴミだった。そうだからまあ今回はちゃんとしっかりペコちゃんも回線とか他のところもあと音とかがあれなんかあのあんま響かなそうなところ、響かないっていうかなんだよって防音とかがさなってるところとかもちゃんと見たくて。でもその新しいそのあ新しいっていうか今住んでるところのところに引っ越していいこともあったの。めっちゃ美味しいね、みんなには言えないんだけどめっちゃ美味しいご飯屋さん見つけたの。めちゃめちゃ美味しい。もうあの今日も行っちゃったペコなんだけど、もうなんだろう、なんかさご飯ってさは美味しいなって1回目って思うけど2回目からちょっと落ちちゃう時あるじゃん。あーまあこれ美味しいけどまあ前あの最初の感動はないなみたいな、そこはマジ毎回感動するの。やば、毎回こんなうまいんだけどってぐらいに美味しいところなの。だからもうそこに出会えたのはペコーラは感謝だなって思ったお店の名前いいなよ、もう言ったらペコちゃんが住んでるところバレちゃう、ペコランドバレちゃうからダメ言えない実家も近いし終わりはそこバレた。でも本当に美味しい、食レポ評価だったらもう星5よ、星5。しかもやっぱ美味しいからお客さんも多い、めちゃめちゃ並ぶ、本当に時間がやばい時とかは並んでるし、もうでも本当に美味しい。メニューは何も言わないよ。昼ならジローかよ。いやジローじゃねえわ、もう星5、星5です、星5。ペコちゃん、ペコちゃんがつけた星5です、星5。めっちゃ美味しい。みんなに紹介本当はしたいんだけどバレちゃうからできないのが悔やむ、本当に悔やむ、本当に美味しいのマジで。なんならコラボしたいレベル、できるのならば、できるのならばね。でもペコーラとのペコーラ要素が全くないペコーラ要素が全くないからコラボは絶望的。